ごひでぞごひでぞ昭和7年3月26日は日本の医学者精神会東京帝国大学医科大学教授日本における近代的な精神病学の創立者クレペリン学派の新しい精神病学の普及を通じて精神病患者の看護法を改めた日本における最初の精神衛生団体である精神病者事前求事会を組織 三浦金之助と共に日本神経学会を創立。日本の近代精神医学者のほとんどが呉の影響を受けた人々と言える。広島藩囲呉功績の三男として江戸・青山の広島藩邸に生まれた。母、関は三つくり玄保の長女。 統計学者の五分総は長兄。幼少時より、関籍を学んで漢学を愛好し、5、6歳の頃には、投資戦、三大史を暗記していたという、16歳で父母を相次いで亡くし、経済的困窮もあったため、学生時代から医学書を出版した、東京大学以下大学入学、1890年、卒業、大学院に入り、精神医学を専攻した。 1891年、女子県東京ふすがも病院委員。1891年に最初の論文、日本の不具者、精神病者の書体を表している。1893年に、藤川祐斗教授で、日本遺跡校を、1894から1895年には、単著で、精神学修行を、1896年には、法医学教授とともに、 法医学提用を刊行した。1896年4月助教授となり、オーストリア・ハンガリー帝国、ドイツ帝国へ留学。1897年7月から1901年10月、ウィーン大学のオーバー・シュタイナー教授に神経病理学を学んだほか、クラフト・エービング教授、ハイデルベルク大学のクレペリン、ニッスル・エルブ教授に指示。 母校教授のほか、東京府菅母病院の医長や、病院長、初代松沢病院長等を歴任し、日本の精神医学の草分けと言われた。また医学史にも深い関心を持ち、シーボルトや花岡聖州、外祖父、三作玄保等の伝記を表した。1932年、尿毒症のため死去、森外との交流があったことも知られている。藤川祐と同郷であり、教著、 共同編集している著作も多い。精神描写した区間地の実ノル及びその統計的観察の中で述べた、我が国十何万の精神描写は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を銃塗るものという別紙という一説は特に有名であり、東京都立松沢病院の敷地内に混流されているクレーの銅像の元にも書かれている。 この言葉に現れているように、座敷録や拘束に頼りがちだった精神病患者への対応を調査、報告し、その改善に努めた。こうした、クレの業績を描いたドキュメンタリー映画、夜明け前後秀デと無名の精神障害者の100年は2017年、京サレント、日本精神衛生会により制作された。 長子、安は、伊予吉田藩の大月老安に嫁いだ。時系、半蔵と四姉、文は養接。次子、久美は、明治女学校の校長を務めた。三姉、力は、初夏の日高秩父に嫁いだ。洋学者の三栗周平と地理学者の三栗正吾は、義理の王子。菊池大六、三栗柿地、三栗玄八兄弟及び法学者の三栗林昌は、いとこ。 医師の五賢と経済学者の五あやき、文部官僚の日高大志郎は老い。最初の妻、皆は、国学者、三浦千春の長女。港の間に一男四女を設けた。長男は、西洋古典学者の五重一。長女、玉は、外祖父、三浦千春の幼女となり渋谷良平の三男、両美紀を、 婿養子として迎えた。次女、勝は、木村乙屋に、三女、行代は、斎藤助行に嫁いだ。四女、吉江は姉、玉とその夫、三浦長美きの幼女となり、姉川正雄の四男で、官僚の吉雄を、婿養子として迎えた。皆の死後、本田富次郎の娘、三つと再婚し、次男、昭治と五女、富子を設けた。 異界勲章当選8 9 2年、秀デは藤川らと発起人になり、3月4日を杉田玄白らが小塚っ腹形状で未造した記念日とし、先鉄追込会を挙行。私立進む新会を発足させた。1915年1月、事業部門を独立させ、日本医師協会とし、それを1927年に本医師学会とし、 翌年秀デが理事長に就任した日本医師学会も参照ありがとうございます。